そっか、だからね、あやさん、ターゲットを意識しましょう。あなたのターゲット、誰ですかって言われると、なんか、こういうターゲットでもあるし、会社員の方もターゲットでもあるし、女性でもあるし、いや、でも経営者もあるしとかって、結構逆に絞ることが難しかったりするじゃないですか。はいはい、なんかそのあたり、ターゲットをこう決めるコツだったりとか、はい、もしあったらぜひ教えていただきたいなと。はい。その的なところで見ると、例えばその会社員だったりとか、起業してる人とか経営者とかっていう、表面的な属性で見ると、結構バラバラに見えたりするんですけど、もっともっと深い気持ちの根っこのところに行くと、結構同じ気持ち抱えてたりするんですよね。ああ、なるほど。だから属性じゃなくて気持ちでもいいんですね。そうですね。すごくだから気持ちを、同じ、なんか深い部分の気持ちを見つけていくっていうのをやっていきますね。ああ、そっか。だから、もしかして属性で区切っちゃう人でもいいし、そういう気持ちで区切って、こういう気持ちの人っていうのをターゲットにしてもいいし、そこはもう人によってケースバイケースで。そうですね。その気持ちがより強く出やすい属性の人っていうのもあると思うので、そういう時はそこに集中すると思うんですけど、大体あんまり属性とか変わらず、価値観っていうところで、同じ。全然なんか、すごいおじさんと若い女の子だけど、価値観としては同じものを持ってるみたいな場合は、両方がターゲットになりうる。ああ、そうなんですね。そう思うと、ちょっとあやさんの事例で言うと、はい、この、聞いていいのかあれですけど、あやさんのこのコンセプトのターゲットって、どんな感じとか意識されてたりとか、あるんですか？はい、うん。ありますね。これはですね、私がその起業したときに、きっかけっていうんですかね、は、私が起業しようと知った人が、いいけど、友達なくさないようにねって言われたんですよ。そうなんだ。友達なくさないように。友達なくさないようにね。面白い。なんかすごいな、ってそうっていうのって思ったら、やっぱりなんかね、なんかこうネットを使ってビジネスっていうのに、どことなく怪しさがあるって思ってる人って、やっぱいるな、一定数いるなって。なんかね、ギラギラしてる感じで。そうなんですよ、ギラギラ。で、なんかそう怪しいとか、で、一方で SNS を使って、企業というかビジネスしてる人は、今度キラキラなんですよね、起業しに行くと。で、それも、なんかこう、ちょっと、こう、なんていうんですかね、そんな私別にキラキラしたいわけじゃないし、みたいな気持ちを持つ人もいるっていう時に、なんかこう、ギラギラとかゴリゴリとかキラキラっていうのが、苦手な人っていうんですか？っていうところに、そんな風に、なんかそれがなんかまあ、結構アピールっていう感じの感覚として捉えられてる人に、いや、そうじゃなくって、普通に自然でにやっても、その、売れる方法ってあるんだよっていうのを、こう言ったら、あ、なんかもうそういうのが嫌だったんですっていう人が結構ガーって集まってくれたっていう感じで。ああ、すごい明確ですね。だからまさに、このコピーにグッと刺さる人がターゲットっていうことですね。そうですね。